はい、どうも皆さん、こんにちは。トマチャンネルのトマです。このチャンネルでは、現役エンジニアのトマが、電気電子工学に関連する技術解説を行います。学校で学ぶあんなことやこんなことが、社会でどう生きるのか知ってもらうきっかけとなれば幸いです。ご興味のある方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。こんにちは、トマです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回のテーマは、ナノ VNA に使う消火ジグの続編です。こちらが以前に製作したマイクロストリップラインで作った測定ジグです。今はアテネーターが実装されています。こちらのジグはグランドが近くに配置されていないため、このようなリード付きの部品を使わないとグランドへのハンダ付けが困難でしたが、この消火ジグでは表面実装部品のハンダ付けが簡単になります。またこの消火ジグはノイズにも強く、さらに周波数特性も優れています。この動画ではこの消火ジグの特徴や製作方法、ナノ VNA を用いた簡単な特性評価も行っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。高周波回路を扱う上で重要なのが特性インピーダンスです。アマチュア無線機、 Wi-Fi、 Bluetooth で使われる50オームテレビなどの放送機器で使われる75オーム、PCI Express、シリアル ATA などで使われる作動100オーム、パソコン、テレビ、スマホ、USB メモリなどで使用される作動90オームなどが挙げられます。特性インピーダンスといっても、このように様々な種類があります。この動画では特性インピーダンス50オームの評価ジグを作成していきます。どのような背景で特性インピーダンス50オーム、75オームの2種類になったのか知りたい方は、こちらの動画を参考にしてください。概要欄にリンクを貼っておきます。以前に製作した測定ジグは、左にあるマイクロストリップ線路を用いて特性インピーダンスを50オームにしました。今回はコプレーナー線路を用いて特性インピーダンスを50オームにします。マイクロストリップ線路は、機材を中心に上に50オームのパターン、下にグラウンドという構造です。マイクロストリップ線路では50オームのパターンの近くにグラウンドがないため、50オームとグラウンドに部品をハンダ付けするにはリード付きの部品しか使えないことがわかります。一方、コプレーナー線路は50オームパターンを左右のグラウンドでサンドイッチした構造です。50オームのパターンの近くにグランドが配置されているため、表面実装部品が簡単にハンダ付けできます。このようにパターンの構造が異なるため、マイクロストリップ線路よりコプレーナー線路の方がハンダ付けにおいて有利であることがわかります。コプレーナー線路はハンダ付けにおいて有利なのですが、欠点もあります。それは放射ノイズです。わかりやすくするために機材イプシロン R を透明にして、高さも厚くします。50オームのパターンが信号線路のため、マイクロストリップ線路の電解は図のようになります。電解は50オームのパターンからグラウンドに向かって放射されます。電解はすべてグラウンドに向かうわけではなく、信号線路の信号電力の大きさ、あるいは機材の厚さによっては、他の方向にも放射されます。グランドが近くに配置されているため、上方向の放射強度は小さくなります。次にコプレーナー線路の電解は図のようになります。50オームパターンを左右のグランドでサンドイッチした構造のため、電解は左右のグランド方向に放射されます。これはマイクロストリップ線路と同じ考え方です。マイクロストリップ線路では、機材の下にグランドがありましたが、コプレーナー線路にはグランドがありません。したがって下側が放射電解に対して無防備の状態のため、マイクロストリップ線路より放射電解強度が大きくなります。コプレーナー線路にして部品のハンダ付けが容易になっても、放射電解強度が大きくなったのではあまり嬉しくありません。そこで部品のハンダ付けが簡単になって、しかも放射電解強度を抑える方法がないか考えます。ヒントはお隣のマイクロストリップ線路です。
実はコプレーナー線路には機材の下側にグランドをつけたコプレーナー線路グランド付きというものがあります。この構造であれば部品のハンダ付けが簡単になるだけではなく、放射電解強度も抑えることができます。次に外部から電波が飛び込んでくるとどうなるでしょうか。50オームのパターンが左右のグランドと下側のグランドに囲まれた構造となっているため、グランドがシールドとなり外部の電波による影響を小さくすることができます。それではコプレーナー線路グランド付きの利点についてもう少し深掘りしていきましょう。高周波回路の IC には様々なパッケージがありますが、ここでは2つ紹介します。1つ目はアンプで使用される三端子のパッケージです。こちらは電源回路のレギュレーターでも多く用いられるパッケージです。このパッケージでは IC のセンター端子がグランドとなっています。このグランド端子は IC のグランドとして機能するだけではなく、放熱用途も兼ねており、無数のサーマルビアがグランド端子に接続されています。2つ目は PLL 回路です。 PLL 回路はミキサーなどで用いる局部発信機あるいはローカルを指します。このパッケージでは IC のお腹に四角く囲まれた領域があります。これはグランドとサーマルパッドです。サーマルパッドは放熱用途も兼ねており、無数のサーマルビアを通じて基板のグランド端子に接続します。次にこのようなパッケージをコプレーナー線路に実装することを考えます。こちらが部品の実装イメージです。 PLL 回路のお腹はグランドとサーマルパッドとなっているので、グランドビアを通じて基板グランドに接続する必要があります。コプレーナー線路では IC の直下にグランドがないため、横からグランドに接続します。コプレーナー線路グランド付きでは IC の真下にベタグランドがあるため、グランドビアを通じてベタグランドに接続できます。 IC 単体の部品実装では両者に大きな違いがないように見えます。それでは実際の部品配置を見てみましょう。コプレーナー線路では IC 横のグランドプレーンにはパソコンなどが配置されるため、実際のパターンではサーマルパッドとグランドが接続できません。コプレーナー線路グランド付きではサーマルパッドが IC の直下にあるベタグランドと接続されているため、パソコンなどを容易に配置することができます。それではジグを製作します。使用する機材は FR4 で、基板厚は 1.6 ミリです。信号パターンの幅は2ミリ、信号パターンとグランドパターンの間のギャップを 0.5 ミリとします。特性インピーダンスを75オームに変更したり、信号パターン幅を変更したい、あるいは基板圧が異なる場合は寸法を見直す必要があります。その時には i ラボラトリーさんのホームページで計算することをお勧めしています。高周波回路設計者がよく活用するサイトです。とても素晴らしいサイトなので概要欄にリンクを貼っておきます。基板の誘電率や信号パターン幅、基板圧、周波数などのパラメータを入れると、特性インピーダンスに応じた信号パターンとグランド間のギャップが計算されます。今回製作するジグは特性インピーダンス50オームです。先ほどの寸法で P カッターで基板を毛がけます。基板が硬いためカッターより P カッターの方が早く溝を作ることができます。 2,3 回毛がくと溝が簡単にできます。
それでは完成したジグの特性評価を行います。まずはじめにライト VLA のパススルーとコプレーラー線路グランド付きの S11 特性を比較します。測定周波数範囲はスタートが 50kHz、 ストップが 3GHz で、 S11 の測定はライト VNA を用いました。マーカーは 3MHz、 1.5GHz、 3GHz の3点です。フィルターやアンプの評価用として使う予定なので、25dB から 30dB 程度のリターンロスは確保したいところです。しかしナノ VNA やライト VNA は元々の S22 の特性自体があまり良くありません。リターンロス 20dB 以下を目標とすると、製作したジグの周波数特性も良好であることがわかります。それでは最後にローパスフィルターを実装して周波数特性を評価します。実装したローパスフィルターの周波数特性を測定します。まずは筐体機の周波数特性として、スタート周波数が 50kHz、 ストップ周波数が 1GHz です。青色は S21 の通過特性をログマグで表示して、緑色は S11 をスミスチャートで表示しています。 20MHz の挿入損失は 0dB で、 640MHz の減衰量が 60dB となっており、極めて綺麗なローパスフィルターの特性です。次に筐体機の周波数特性として、スタート周波数が 50kHz、 ストップ周波数が 3GHz です。 50kHz から 640MHz までは先ほどの筐体機の周波数特性と同様ですが、 640MHz より高い周波数では減衰量がだんだんと大きくなっています。 1.5GHz の周波数特性はバンドパスフィルターのような形をしています。さらに高い周波数ではよくわからない周波数特性ですね。周波数が高くなるにつれてローパスフィルターの減衰量が確保できない原因としては、インダクターを空振コイルで作ったことが挙げられます。このインダクターも表面実装部品に変更すれば周波数特性は改善されます。余談ですが、インダクターは巻き線の長さでもインダクターの値が変わります。昔はこんな感じでビヨンビヨンとさせながら高周波回路の調整をしていました。まとめると、このコプレーナー線路グランド付きを使うと、表面実装部品を使ったフィルターも簡単に作ることができます。このような生基板と P カッターがあればすぐに作れてしまうので、皆さんも試してみてください。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が参考になったよという方は高評価をお願いします。またこのような電気電子に関連する情報を配信していますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。トマチャンネルでは電気電子工学に関する様々な動画を配信しています。役に立ったらぜひチャンネル登録をお願いします。